でもこの前みんなすごくすごい上手ですね。あずささんとかもすごい「親方ー！」とかって言ってね、大きい声出して。れでも一回も練習してないんですよ、ええー、そうなの？あすずごさいん、ね。あずささんのお母さんとかもね。え、あずさんのお母さんもいそのあと出てきたんだけあずささんの次に出てきて、ああ、走って出てきあたふたあたふたしてえ、た役あの人お母さんなの？そうそうえ、そうなんだ。お母さんは演技派なんだね。へえー。あんまり見ない人だなとは思ったの。時々来るんだけどね、時々。そうなんだ。え、太鼓とかもみんなすごい上手でしたよね。よかったね、そんな風に言ってもらえて。ボロ中ボロのだった実け力はど。そうでもないけボロボロど。まあでもあの時時間叩いてるのは3人だけだったからね。まあいいんじゃない。あきらさん両方叩いてたんですよ。まちこさんの方と純子さんの方両方叩いてやっぱ純子さんの番号もなんかすごいそうだったみたい。だ止まっちゃそうになってたからね。圧もかけたかもね、良かったですよね。ちょっと後ほどね、聞きつかけつたかすごかったですよね。ちょっとなんかいろいろやらかした感じが強くて、大丈夫だった見てられないですね。本当ですか？見られない。全然大丈夫だったと思うけど。岡田さんはね、舞台映えするよね、背も高いし。いい意味でも多分悪い意味でも相当目立ってた。目立ちすぎっていう感じ。目立ちすぎでしたね、ちょっと。でも本当みんな上手いなと思った。岡本さんもすごい声が通るから、ね、はっきり聞こえるじゃないですか。後ろまでね、後ろまで声届かないとね。そうで、大体いつも最後は逃げる。逃げるの？逃げるっていうパターンだから、うん、危ないから逃げてくださいって最初どこでね、大体同じパターンの演劇だから、みんな大体初めてでも大丈夫。また同じパターンにセリフがちょっと違うだけになってるから。いやー、でも椅子の並びめちゃくちゃで、今回結構やばかったですね。びっくりしましたね。本当は今まで真ん中の通路が空いてて、センターをそこをわーっと通り抜けられたんですけど、今回はもうなんかランダムにめちゃくちゃに椅子も置いてあって、端っこも意外とね、狭くて、狭かったから、後ろに抜けていくのが大変だし、階段とかもなかったから、階段もなかったから、だから飛び込んでいくじゃないですか。ちょんと飛んでね。その時も、あずささんとあずささんのお母さんに、手前から行きましょう、とか、階段がないんで、ちょっと気をつけて。ああ、階段がないと、あるはずだったのがなかったり。そうそう。では、松尾市長は見ていたの？見てないみたいな。いつ来たんだ？なんか、最後の方にちょこっと顔だけ出してすぐ帰ったみたいな。そっか。今から配信します。一応気にしているよということじゃない。一言なんか、皆さんに挨拶してくれるとね、また次の時も当選するような気がするんだけど。そうだね、当選するかな、わかんない。もうさ、みんないろいろ諦めて、川倉聡がさ、出馬しろよとか言い出してるからさ。え、そうなの？絶対しないと思うけど。死の内情のことは分かんないけど。もうなんかさ、もういいよ、お前が行けとかいう感じ。そうなの？来ました。また、あれですね、ちょっとこう。あ、ぼやぼや？ぼやぼやですね。あ、いつもそうじゃない。でもなんか最近やっぱひどいね。なんでだろうね。大将は特にそうだね。この家の、電波なのかな、やっぱり。大将ってどこにあれは Wi-Fi？ そこにある。Wi-Fi がホコリだらけなんじゃないの？いやいやいや。モデムが、ちょっと Wi-Fi がホコリだらけ。目の前にあるから。なんか Wi-Fi の調子がおかしいのかな？おかしいかもよ。寿命あるかもよ。寿命。見てもらった方がいいかもね。業者さんに。まあ、あとね、携帯もここ、電話がね、繋がんないんですよ。ああ、そうなんだ。電波悪い。電波悪いんですよ。結構ね、山に囲まれてて。ああ、なるほどね。元々電波悪いね。そっか。まあ、だからなんかね、行政センターでやろうとしたときは、そこそこいい画面に出てたんで、ですよね。拾う力はあるから。でも、開き直したらちょっと良くなるな。っていうか、もう誰の顔なのか識別ができないよね。今識別できない。あ、今綺麗になった。なんか綺麗になったり、今綺麗になったけど、またやっぱりなんか調子悪いよね。電波がいけないのかな。
これじーっと止まってるから、うん、きっと良かったんだ、うん、誰かがちょっと動くだけで あでも今綺麗ですよ。本当だ、人形が見える、人形が見えるように、うん、見える、みんながはいせーのって止まったらきっと動きが、時間ね、5人見てるよ、55分ですよ、ここの5人ですか、ここ4人、日本人しかいないけど、4人、誰だろう、あのね、まあ、あと5分ですよ、あと5分ですね、5分で始まるよ、どなたか見ていただいてる方、ようこそ、ようこそ、知ってます、今日もちょっとぼやぼやですけど、はい、ちょっとぼやぼやかな、すごいもやもやになってる、でもなんか動くとダメなのかな、こんばんは、ね、でもさ、編集版は綺麗に、うん、ね、綺麗に見える、編集は大丈夫でしょ、電波関係なくただカメラで撮ってるんで、うんうん、この間はなんか野球の試合をみんな見ながら見てるという感じだったけど、町田さんとかそんなのやってたよね今日はどうなんだろう、なんかあるのかな、なんかあったかな、今日はないか、スケートか、スケート、わ、スケート、そうなんだ、スケート終わったのかな、なんか昨日ありました、なんかやってましたね、なんか宇野昌磨さんが飛び損ねたって、あと3分ですよ、あと3分、あ、5人になった、見てください、あと3分でーす、あんまり人がいないとさ、ね、あと3分です、ちょっと最初のところだけ文を上げときましたので、うん、ちょっと見といてください皆さん、こんばんは、自称4年6月から、はい、あと、あ、まだあと3分、7人になりました、あと3分です、いらっしゃいませ、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、まだだけど3分です、あと3分お待ちしてます、3分間何かトイレで、ね、コメントいただきたいですね、そうですね、8時で全員集合で、はい、今日もどしどしと、ジェンザイアンさんこんばんは、あ、こんばんは、ジェンザイアンさんありがとうございます、ありがとうございます、コメントが見えないんだよな、あ、本日もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、よろしくです、いやー、解禁賞じゃないですか、ゼンザイアンさんは、ね、すごいな、嬉しいですね、急いで仕事を終わりにして帰ってきてくれる、ね、わざわざ生で見てくださるっていうのはありがたいですね、うん、ありがたいです、ありがたいですね、本当ね、あと2分ですよ、お、吉田智子さん本日も楽しみにしております、智子さんお願いします、智子さんありがとうございます、本当だ、あと1分ですね、もうはなったよ、はい、はい、せーの、てー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 、ということで鎌倉の歴史雑談番組武士トーク、大丈夫、今ので一人減ったんだけど大丈夫、大将が落ちたから、ね、何回目の武士トークかね、ちょっとわかりませんが、はい、本日、11月28日、はい、武士トークでございます、はい、今日も、ね、じゃあまず自己紹介からいきますか、いつもの通り、ね、じゃあまずはですね、めぐみさんから、はい、いきましょう、うん、こんばんは、内田めぐみです、こんばんは、一応あの武士トーク始めて結構楽しくて、はい、毎回今日やるところの予習は欠かさないです、頑張ってます、はい、ありがとうございます、はい、すごいですよ、予習の予習の力の入り方が、予習のカンペすごいですね、これね、それ書かないと分かんなくなっちゃうすごい、書いとかないと分かんなくなっちゃうからやってるだけなんですけども、ものすごい勉強家ですよ、いや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 、いやでもやると結構、そうなんだっていう気づきがあって面白いんですよ、うーん、うーん、いや、そんな感じです、はい、宣伝とはまた最後の方にもう一回お伺いします、はいはい、では、池内さん、どうぞ、はい、岡田秀樹でございます、歴史のガイドをしておりまして、今日もですね、午前中から、午後、まあ、夕方近くにかけて、うん、江戸城の中心部、うんうん、まあ、あの東御苑というところですね、うん、あたりをちょっとガイドして、参りました、うん、はい、でその帰りに、帰りといいますか、返す刀で、うん、はい、こちらに来た次第でございますが、どうぞ今回もよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、鎌倉で普段ガイドをしているめぐみさんと秀幸さんと、はい、そして鎌倉さとしの3人でですね、はい、今日ちょっとゲストいませんけれども、うん、武士トーク、やっていきたいと思います。ですね、直近で言うとね、11月の26日にですね、うん、深沢の行政センター、障害学習センターのね、ホールで、
奉納演劇させていただきましてね、秀明さんもそれからそれがしもね一応、まあ、主役の一人ということで、お梶原の景時もののふかくあるべしというね、うんうん、演劇をやらせていただきました、うん、まあもう YouTube にね流してあるんで、うん、見たい方ぜひ見ていただければと思うんですけど、見ていただければどうですか感想は。いや面白かったですね、今までもう何回かもののふ隊さんのもののふ隊での、演劇には参加したんですけれども、うん、中でも一番こうアクションが求められたかな、うん、っていう感じでした。割とセリフも多くてね、そう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 、うん、そこそこね、そうですね、はい、まあなので、やり残したところは多いですけれどもとても楽しかったです、うん、充実してましたね、うん、で、はい、今までやってきた経験があったので、なんかもうちょっとこうしたかったなっていう欲が出てきました。それはもう良かったです、ね、はい、次のさらなる次のステージへ、そろそろ主演に次はみたいな。いや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 でちょうどめぐみさんにはね一番最前列で見ていただいてたんですよね、はい、その辺ちょっとどうでしたか、まあ、辛口で構いませんので。いやなんかすごいなかなか皆さん演技派だという、はい、お演技派でやっぱり堂々とした、ね、所作とかも結構みんな上手だったから、まあ、素晴らしいなと思いましたね。本当ですか。皆さんあの鎧着慣れてるから、うんうんうん、鎧を着慣れてる人ばっかりだから、うん、動きとかも上手いし、うん、それは皆さん本当プロっぽいなって思いましたね。ありがとうございま す, いります。何よりの言葉嬉しいですねいやあとやっぱりね2人ともねなんかハマってるからか本気で武士っぽいからなおさら入るんですよまあ見た目だけは、ね、見た目ですね見た目から入る見た目だけでもちょっと ね皆さんに楽しんでいただけるようなね、うんまあ、ということで、まあ、地元梶原でね、うん、梶原地元でですね、まあ地元のヒーローを知っていただこうということで、うんまあ、梶原の景時公、ねうん、のご功績を称えるというお芝居させていただきました、まあ、そんな感じでいろんなところでお芝居させていただいているので、まあ、うちでもやってくれみたいなね、こうやったらね、うん、あそうですね、いいっすよね、はい、ぜひなんかいろいろね、出向いてやりたいですね。はい、うん、逗子でもね、和田の義盛やったりとかね。ああ、いいですね。なんかいろんなところで。はいまで長いやったりとか。そうそう、それやりたいんですけどね。はい、いや、和田の義盛がやったじゃないですか。あ、そっかそっか。うん、やったじゃないですか。そうそう、うん。そう、なので和田の義盛もやったし、うんうん、まああと大場の景義もやりましたしね。まあいろんなところでちょこちょことね、うん、そこのこうその土地のね、うん武士たちのお話を演じさせていただいているので、うん、うちでもやってくれという声あればね、ぜひぜひ行っていただければと思います、うん、さあじゃあ今日はですね早速入りますか。やりましょう。治承4年のですね6月からというところでね吾妻鏡を読ませていただきます。ねコメント先に確認しますと、吉田智子さん、先ほどね画像が乱れているという話もありました。ね、すいません。やっぱちょっと電波の状態がね、あまり良くないので、ライブ配信中は結構モザイクがかかったような状態になってるんですけど、皆さんちょっと、まあ、ラジオ的に聞いていただけるとって感じですね。はい。そうですね。たまにちらっとこう画質が戻るような。急になんか良くなったりしますね。うん。もあるかもしれません。うん、はい。今、6人が視聴していただいてるんでね。さあ、じゃあ実際ちょっと始めていただきましょうか。